皆さん毎度毎度、はい、カットはね、濡れてる時のカットはね、軽くね、切るぐらい。んで、乾いてからが本格的なカットね。で、お客さんもね、濡れてる状態でね、はい、長さどうですかって、重さどうですか、触った感じどうですかって聞いてもね、結局濡れてる状態だとよくわかんないんだよね。国家試験のね、濡らした状態でウィッグを切る切り方ね、あと講習会ってボブの切り方ね、講習会行った時のカットの仕方、ショートボブの切り方とかね、あれは多分濡らして切ってるんだと思うけどね、あれはもう、本当に空手で言ったらね、演武、ね、型をね、競い合ってるだけでね、それこそね、今このご時世の感覚で言わせてもらったらね、ローション塗ってね、オールウェーブとかピンカールウィッグでほら、国家試験やるでしょ、ピンカール巻くの。あれと同じ。いや、何が同じって言ったら、ウェットカットに関してね。そんなもんなのよ、今は。もちろんね、でも男性のショートでね、スパイキーなさ、ツンツンさ、ジェルで固めたような頭、ああいうのはやっぱりウェットカットの方が近いってのあるよね。例外的なのもあるよね。あと、おばちゃんパーマのね、ソバージュ系、ムースでカリカリってね、固めてしまう、仕上がり感。あれも、ウェットカットの方がいいってのあるね。確かに。動画で見てるようなね、こういうおばちゃんカットはもう完全ドライカットだね。ドライカットよりちょっとね、やっぱり、セット剤カット、わずかにこちらのお客様セット剤塗ってやるんだけどね。で、まあ汚れた感じって言ったら、失礼だけど、皆さんがカットする前にこういう髪の質の人を触ったら、なんか汚れてるよ髪の毛って言うんじゃないかなと思うんだけど、これはわざとセット剤でね、押さえつけてる状態なんだね。最近このね、セット剤カットはしつこく言ってっけどね、だからお客様はこの状態でいつも暮らしてるわけだから、この状態で切ってあげるっつうの。だからこれをね、とっ捕まえてね、お客さん髪の毛汚れてっから、こんな、ね、汚れてる髪の毛切ったらハサミが切れなくなるとかね。まあ確かにね、千葉県八掛市の砂ぼこりが多いようなところのね、髪の毛だったら砂利がついてっからハサミ切れなくなるかもしんねえけど、常識の地域だったらハサミが切れなくなることないよね。だから、それはハサミが切れなくなると思ってる方は、こういうね、セット剤カットってのはしないで、みんなシャンプーしてね、いいも悪いもなくね、お客様がそれでいいって言えばいいんだからね、問題はね。ね、カットね、濡れてるとわかんないよ、どんな仕上がりなんだか。やっぱね、ドライカットで見て、で、仕上がりを確認しながらちょっとずつ修正していくっての、これが一番だよね。今、カットっつったらね。皆さんはどういうカットしてんだか知らないけどね。国家試験のね、ウィッグをね、ウエット状態で多分着るんだろうと思うけど、あれもね、セット剤塗ったくってさ、フィンガーウェブやったりピンカールやったりするのと同じ。型、演武、うん。国家試験対策でね、で、現場に出たら通用しないテクニックだと思った方がいいね。まあ、基礎的なものは通じるけどね。ピンカールなんつうのはピンパーマかける人もいるからね、男の子なんかね。全く否定することはないけどね。ピンパーマもさ、あんな綺麗にやらなくていいんだよ。適当に丸まってりゃパーマかかるからね。はいお疲れ様でした。